どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は ANA マイルを貯める上でネットショッピングはどこを利用すべきということをテーマにやっていきたいと思います。この動画ではネットショッピングをする場合に ANA マイルを貯める上で一番効率的な方法を紹介していきたいと思います。楽天市場なのか Amazon なのか Yahoo なのか LINE なのか私はですね、リクマイラー2年生、正確には3年目ですが、1年目はほとんど活動していませんでした。今現在14万6千マイル。この前7千マイルほど入ってましたので、15万マイルぐらい、ね、保有しております。東京、ニューヨーク、ファーストクラスで行けるぐらいのマイルは保有しておりますからね。昨年ね、SFC 修行をした関係で、保有マイル全てをね、使い果たしてしまいましたので、今現在はこのぐらいとなっております。で、ネットショッピングのね、会社を利用した場合のね、ANA マイル数を、今出しておりますけども、楽天の場合、100円決済で1ポイント、Yahoo ショッピングの場合、100円決済で1ポイント。1T ポイントですね。Amazon の場合は、商品別にポイントが違うということで、楽天の場合は 0.5% で ANA マイルに交換できます。Yahoo ショッピングは、T ポイントがね、たまりますよね。1T ポイントで 0.5% で ANA マイルになります。でですね、この T ポイントなんだけども、また別の動画にね、したいと思いますけども、本当に先月ですね、始まった新ルートでこの T ポイントもね ANA マイルにする場合 0.81% ラインルートですね、先日紹介してさせていただいたポイントサイトからの ANA マイルのルートに乗せることが可能になりました。ですので T ポイントもね 0.81% で ANA マイルに、ね、交換することができるようになりました。で、LINE はっていう話なんですけども、この LINE っていうのは、このポイントサイトハピタスからのね、ポイントルートを見ていただきたいんですけども、こちらにしても、どのポイントサイトから、ANA マイルを貯めるというルートで出ますね。最終的には LINE ポイントに交換して、そこから、東京メトロの、ソラチカカードを利用する東京メトロポイントに交換して、そこから最終的に ANA マイルに交換するというルートなんですね。基本的にこれが一番ポイントサイトからの、ポイントルートとしては最大交換率を誇っておりますので、今のところこれ以上の交換率を叩き出しているところはないです。だから従ってですね、LINE ポイントに最終的にポイントが交換できれば ANA マイルにすることが可能ということなんですね。で、LINE ポイントっていうのは、こちらは、ポイントサイトからのポイントルートをこう、今画像で出しておりますけども、LINE ポイントっていうのは LINE ショッピングでも貯めることができるんですね。LINE ショッピングっていうのが携帯の LINE のウォレット画面にあります。でですね、そこから貯めるとですね、こちらは2018年の10月にあったとんでもないキャンペーンだったんですけども、最大1万8000ポイントですね、効果、ポイントがもらえるということで、その最大もらうには右の表を見ていただきたいんですけども、10万円使うと1万8000ラインポイント。で、6万円から9万9999円までが1万2000ポイント。約6万円使えば1万2000ポイント、ラインポイント上げますよっていうすごいキャンペーンだったんですね。でですね、この1万2000ポイントっていうのが、一撃で9720 ANA マイルに交換できるポイント数なんですね。これを6万円使えば、あげますよっていうキャンペーンだったんですね。LINE の方は、ANA マイルに交換するっていう、ルートはできておりますけども、別にそれがメインでねキャンペーンやってるわけじゃないので、こういうキャンペーンをやったと思うんですけども、このキャンペーン何がすごいかっていうと、この6万円ってこの LINE ショッピングで出て
ますよね。6万円使うと1万2000ラインポイントがもらえますっていう。これがですね、ふるさと納税でもできたんですね。ふるさと納税を6万円寄付するというのでも、この1万2000ラインポイントっていうのがもらえたんですね。これどういうことかというと、ふるさと納税やってる方多いと思うんですけども、ふるさと納税っていうのは基本的に寄付した額から、返礼品をもらってっていうものですよね。ですので6万円、私6万円利用したんですけども、6万円支払って、返礼品をもらえて、さらに1万2000ラインポイント9720マイルになる、ポイント数をねもらうことができたんですね。これ本当にとんでもないことですよね。正直これのポイントをもらえた時に、これ本当に主催者側は本当に赤字になってないのかなと思うぐらいすごいキャンペーンだったんですね。でこういう、LINE ショッピングのアカウントですね、フォローしていると LINE の友達でこういうキャンペーンのね通知が来ますので、ぜひね友達登録してない方は友達登録して、こういう大きいキャンペーンにね乗れるようにねしといてください。まあこれ以降も、これ2018年の10月なんですけども、今年もですねどんどんこういういくら使ったらいくら LINE ポイント上げますみたいな、キャンペーンすごいやっておりますので、まあポイントサイトと併用してねこちらも見ていくようにしていくといいと思います。で最後まとめです。まあ基本的には、Yahoo ショッピング、楽天市場ですね、 ANA マイルに交換すると半減する、Yahoo ショッピングの T ポイントは、先ほども言った通り半減しません。楽天市場の場合は半減します。で Amazon はそもそも ANA マイルに交換できない。で LINE、LINE ショッピングですね、 LINE ショッピングはポイントサイトに位置づけてキャンペーンがあった場合はね積極的に利用するということで、この3番目ですね特に考えておいていただきたいのは、本当に大きい買い物をするとかそういう時にこのキャンペーン乗れると、それだけでまあまあなマイル数たまったりしますので、積極的に、ね、狙っていってはいかがでしょうか。まあ、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立ったっていう方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。